お疲れです。はい、どうも。本日の動画、大人対高校生、お届けします。2ヶ月ぐらいかなの、大森くん VS 高校1年生の子、レフトハンドライトハンド、ご覧ください。それではどうぞ。拳を見ろ。それでキープ。引かれてるからもう少し背中に引かないのだろう。これ父ちゃんより絶対実績良くなるよ。いくよ。せーの。そんな。せーの。拳見て開かないで。引かれてるからそのセンターラインより自分の方に持ってこねえと勝てねえぞ。センターライン。センターをもっと持ってこい。背中で頑張って引け。拳見て拳を。おい。せーの。おー、止まった。あー。真剣にやれ。せーの。拳見ろ。まだ。おお。真剣にやれ。いくよ。せーの。ああ、ダウンだ。ああ。はい。ということで、いかがだったでしょう。この二人ね、今のところすごいいい勝負というか、こうがね、大森くんの一つの最初の壁になってるような感じですね。で、こうが、ね、本当に強いです。高校1年生で、ちょっと動画で見て伝わるかどうか分かんないんですけど、体重はね50ちょこちょこしかないです。で、身長も160ないですけど、一般の大人には負けません。ですから、まあ来週はね、8月の頭までちょっと体育館の方使えなくて、その翌週から体育館使えるようになりますんで、ぜひね、うちのメンバーに挑戦しにいらしてはどうでしょう。余裕だよと思う方、どうぞ一撃の方へお越しください。以上になります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の動画は短いですが、以上になります。ご視聴ありがとうございました。